令和5年9月29日 The Q&A メンバー限定ライブその3です、ここでは、はい、質問者から、視聴者様からのご質問です。ソフトバンクの財務状況が改善したという記事を見かけたのですが本当でしょうか。ついアングリー平井がやってしまいました。はい、沖縄県の王さんからのご質問でした、はい、で平井さんのツイッター、ソフトバンクグループの孫正義 CEO の行動力にわずか10日ほどで2度驚かされた出来事があった。巨額投資の末に傘下の半導体企業のアームホールディングズのナスダック上場成功、アームの時価総額は約 10兆円に達し、ソフトバンク G の財務状況を劇的に改善、現代ビジネスからはてなはてな、株価グラフ見てますか。株価から見てください。売り出しから一直線で落ちたんですよ。でね、今少し、戻して、今の株価がね、54ドルぐらいですね。まあ少し戻しただけど、あの売り出しの時の価格っていうものから考えるとものすごく下がってるわけなんですね。でこれつまりね、このこのアームの上場で一番のウィナーは実は孫正義さんなんですよ。だって自分の持ってる株を一番高い値で投資家に押し付けたわけですよ。でそれを買った人たちは60ドルぐらいだったかな、確か上まで行ったわけですけども、でパッと掴んで、それからズル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 ってね下がり続けてるわけです、だから僕はこの番組でも言いましたけど、まあアームホールディングズの4分の1をの収益は中国から来てますと。で中国の代理店をやってるのはアームチャイナという会社ですと。アームチャイナってのはもともとアームホールディングズの 100% 子会社で、アームチャイナを言うことを聞かせることができたんですが、ソフトバンクがアームを買収した後になぜかアームチャイナの 51% を中国の投資家に売ってしまって、今コントロールができない状態になったわけですよ。中国側が経営権を持っていて、日本側は、じゃあ日本側じゃあ、アーム側は経営権を持ってないということは、どういうことかというと 51% 相手が持ってるということは自分の言うことを聞かないわけです。独自に動けるってことなんですね。経験向こうにあるから、中国にあるから。だからその収益の4分の1もね、占めてる場所がそのアンコントローラブルな会社がやってるよと、これリスクだよねって話をしたわけですよね。でまあそういったものをね、ちょっと冷静になれば、この株価がね適切かどうかっていうと適切じゃないよね、売り出しの時はの株価ってちょっと高すぎるよねっていうことで落ちたわけです。でこれ別にアームに限ったことではなくて、 IPO っていうんですけど、まあ、新規上場した場合の株価って大体そうなんですよ。売り出した時にパッと高値掴みをする投資家が、バカな投資家がたくさんいてね、これもうバカなって言っちゃ悪いけど学習効果ないんです。なぜかって言ったらほとんどのね、IPO をした後の株価がどうなったかっていうと、 IPO をした瞬間が高くてその後下がってんですよ、大体のものが、その法則を知らないで株式を投資なんてしちゃダメなんです。これイロハのイなのね、実は。だけどそれがやっぱりアームの時もその法則がまあ見事にこう適用されてですね、まあ、今まだこのツイートした時は51ドルだけど、今3ドルぐらい上がってるんですかね、54ドルちょっとぐらいになってますけど、まあ売り出した時のね、飛びついた人たちはちょっとここで見ていくと、ほら62とか64とか書いてあるでしょ。だからもうそのあたりで行った人は買った人はご愁傷様ということですね。で、ソフトバンクのね財務体質が良くなったかっていうと、まあこうずっと下がってってるわけですが、大体ですね、いくらだったかな、7000億だったか8000億ぐらいだったかな、ソフトバンクがアームを上場することによって 10% ぐらい売り出したんですね、市場に。で 90% は自分で持ってるわけなんです。でその 10% 売って、まあ8000億ぐらい、確かごめんなさい、ちょっとうろ覚えだけど入ってきたんだけど、ソフトバンクグループの連結融資負債ってそんなもんじゃ焼け石に水なんですよ。
だからまあ財務の大きな改善にはなってないよねっていうことなんです。だってあのアーム全部売ったところで、その借金の連結有利子負債の半分も返らないんだから。だからまあ 5% ぐらいしかあのその全部返したとしてもですよ、アームの株を売り出して、あの得たお金を全部借金に返したとしても 5% ぐらいしか変わらないわけですよ。だからまあ大したことないよねって、 あんまりインパクトがある話じゃ実はないと。だから日本のマスコミはあたかもアームが上場すればソフトバンクのね、この有利子負債とか財務の問題がきれいに解決するかのごとき印象操作をしたわけだけれど、そうじゃないっていうことなんですよ。先日 の NTT 株、まあ、日本 の、うん、あの政府売却の話あったじゃないですか、はい、あの時にやっぱり、まあ、ソフトバンクも、まあ、あの楽天も大反対というか、他のね、うん、あの携帯会社各社は大反対してましたけど、うん、あの影響っていうのも出てくるんですか今後は。ね、NTT は多分 NTT の問題だと思うのね、うん、あんとは実はあんまり関係ないんですか。っていうのはね、ARM はどういう会社かというと半導体の関連の会社なんですよ。 であっちは通信、あのソフトバンク全体、うん、全体では影響ありますか。ソフトバンクグループの子会社で、ソフトバンクってあってあの携帯事業をやってるんですけど、そこでは影響ありますよ当然。あ、できますか、はい、通信事業だからね、まあ、特にソフトバンクにはあのいわゆる今3社で3社3強一尺の状態じゃないですか、うんうんうん、あの携帯業界って。だからまあ楽天にしてみれば携帯事業が足引っ張って屋台骨が大きく揺れてることは事実なんだけど、はい、たった 2% のシェアですから、まあ、あの楽天が騒いだって大したことないわけですよ、はっきり言って、うん、だけど、まあ、NTT の話はあのこの前もお話したようにあれはもう国 の、 あの軍民両用技術の最たるものですから、ね、はい、あれはあの何ていうかな、あの株をね手放したりしちゃダメです。むしろ 100% 国営化するぐらいでもいいぐらいの話ですよ。うんうん、いやその通りです。ありがとうございます。ね、あと16番か。16番付けでいっちゃいましょう。はい、はいはい、ソフトバンクグループ格付け据え置きに猛反発。S&P 巡りということで、さすが見抜いている SBG や M。M ホに都合のいい格付けはしない。一般投資家は目標株価が妥当か自ら検証することをお勧めします。まあ、文字数の、ね、制限でこれしか書けなかったんだけど、要するに、ね、やっぱり、ね、さすが S&P ですよ。要はね、あのこんな焼け石に水みたいな現金が入ってきたところで、うん、であの連結が良くなったかった、そうは良くなってないわけです。だってさっき言ったように全部の時価総額で、じゃあ仮に10兆としたとします。さっきの記事の通り、ね、10兆もないんだけど、まあ、分かりやすい例で言えば10兆あったとします。で、だけどそのソフトバンクグループ全体の借金っていうのはその倍以上あるわけだから、うん、ね、あの 100% 全部かぶったって半分にしか減らないわけで、そのねアームのわずか 10% ぐらいを売って、まあ、全体から言ったら数パーセントの現金が入ってきたぐらいで格付け変わるわけないじゃないですか。あんな当たり前ですよ、こんなもん。この10兆円というのはこの上場直後の時価総額です。で、そうです、うん、もっと減ってるわけですよ。そうなんか減ってましたよね。減ってましたよね、うん、だからもうそんなに減っちゃってるうちの 10% でしょ。で、まあ、確かにでも売った時は10トップで売ってるから、まあ、それはそれで入ってきたとしてもですよ、うんうんうん、全体の数パーセントなわけですよ、うんうんうん、ね、あの借金全体の数パーセント 10% もないわけですよ、うんうんうん、だからそれはあの格付けが良くなるわけがないじゃないですかこれ。だからね、あの何を反発してんだと、君たち格付けってどんなもんか分かってんのかっていう話なんです、うんうんうん、でね、だからソフトバンクグループが、まあ、あーそれ文句言うのはこれから社債とかでいろいろ資金を調達するときに格付けが低いと条件が悪くなるじゃないですか、うんうんうん、だからあのどうこう言ってるわけでしょうね、うんうん、あとあの、まあ、エムホさんはね、それはだってあのあそこがひっくり返ったらエムホもう一緒になってひっくり返るわけですよ。だからあのはっきり言うと、あの
まあ、証券アナリストっていう商売があってアナリストレポートっていうのを書くわけですけど、うんうん、目標株価とか言って出すわけですよ、プロとしてね。ところがそのレポートを見ると首をかしげたくなるような目標株価がいっぱいついてるわけ、高いっていう意味でね。で、それはなぜかっていうと、正直に僕らが何のしげらめない僕らから見ると株価ってこんなもんだよねっていうのがあるんだけど、うんうん、そこと乖離した値段が ついてるわけですよ、うんうん、それは極めてね政策的ポリティカルな問題であって、要するに正直に書けないんだよね。もっと高いんです、もっと株価は上がるんですっていうストーリーを支えないと、株価が下がると今度逆に銀行としてはその担保力というかな、例えば孫さんが個人で株を担保して借りてるでしょ、これお衣装になるわけですよ。だからいろいろこうで、今度財務が悪くなると銀行格付けも下げなきゃいけないから引き当てを増さなきゃいけないとか、いろいろこの、まあ、債権者にとっては負担が増えるんですよね。だからいろいろなものがある。だから株価のね計算方法なんてちょっと勉強すればできますから、一般投資家の人はね、そのレポートを鵜呑みにするんじゃなくてちゃんと計算をしてみると、これ株価おかしくねっていうのが気がつきますよ。まあでもそこがね、そのレポートをねもっともらしく書いてくるから、うん、普通の人はそれを読んじゃって額面通りに受け取っちゃいますね。受け取っちゃうんですよ、はい、やっぱりねコーポレートファイナンスの勉強しといてよかったなと思いますよね。僕らはやっぱそういうトレーニングを大学院で受けたから、まあこういうの見てもハハハッと笑えるんですけど、普通の人は分かんないからやっぱりね、まあ、僕らが書けるとこはここまでなんですよ、まあ、自分で調べて計算してごらんと、うん、そうすると今出てるものと比較してごらんと、そうすると見えてくるものがありますよっていうね。なるほど、平井コンサルティング、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次行ってみましょう、はいはい、移民問題の最新情報について解説をお願いいたします。徳島県の A さんからのご質問。クルド人の病院騒動発端の事件、7人全員を不起訴、埼玉川口ということで産経が報じています。埼玉県川口市で7月、トルコの少数民族クルド人ら約100人が病院周辺に殺到し、救急の受け入れが一時停止した騒ぎの直前に発生した事件で、埼玉地検は25日、トルコ国籍の男性を刃物で切りつけ殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで逮捕された同国籍の男性ら計7人全員を不起訴処分とした理由は明らかにしていないということです。だこれがね、だから本当にもう殺人未遂なんですね、はい、うん、でこれも女性絡みの問題で、だいたいクルド人は、まあ、クランってこと、まあ、一族ですね、一族、うん、でこう分かれていると、でどうもその既婚者の女性と別のクランの、うん、男性が、関係を持ってしまったと、うん、でその女性の兄貴が怒り狂ってこっちの男性を殺そうとしたとということなんですね、うん、でカーチェイスして、で一般の日本の民家の軒先にガーッてきて車挟み撃ちにして、で降りてきたところをめった刺しにしたと、うんうん、という事件なんですよ。うん、だから川口市に住んでるとね、まあ、そういう映画さながらのシーンを、はい、家から見られるという、家からね、家の窓から家の窓から見ると、駐車場を覗いたらそう、そうリアルで見られるっていうね、俺うちの駐車場とか言ってね、で実際その現場行ってみましたけども、コンクリートにね、なんかこうシミがこうついてるんですよ。だこれもしかしてというね、はい、っていう話なんです。でそれがね、そういうことやりまくって、だけどそれ救急車で搬送された。で、そこの市の病院があるんですけれども、はい、そこに両方のグループからにブワッと集まってきて、でもう大乱闘大騒ぎになって、機動隊まで出動して、で病院機能がその緊急救急業務が停止してしまったと、はい、うん、でとんでもない事件になったんですね、うんうん、
だけど7人全員で再逮捕もしたやついたんだけど全員不起訴にしたっていうんですよ、埼玉地検で。じゃあ不起訴にしてすぐ国外追放なのかと、そこはまだ分からないんです。だから説明も何もないんですよ、うん、理由を明らかにしていない、理由もないまま、無路殺人未遂ですよ。でとんでもない、まあ、犯罪で完璧な犯罪なんだけど、はい、だから外国人だとなぜか不起訴になってしまうと。でこちら18番します、はい、1300人が居住持っているんですけどね、はい、埼玉川口市をクルドの自治区にする在クルド人リーダーの宣言が波紋ということで朝日芸能が報じています。トルコや中東などを中心に推定3000万人以上いると言われるクルド人、そんな在日クルド人グループのリーダーたちと会食したという男性の X への投稿がネット上で話題となっている。その投稿とは、彼らはここ川口をクルドの自治区にしたいと言っていましたというもの。チャイナタウンとかリトル東京とかそういう意味と尋ねた男性に対し、リーダーはいや、クルドのしきたりで町を運営したいと明確に言っていました、うん、とも明かしている。でこの奥野木市長というね、市長はもう前からね、なんかリベラルぶって、はい、もう日本で一番その外国人が住みやすい共生の町にしたいとか言ってね、で, なんかでもこのクルド人の人たちなんでここにいるのって言ったら、それは不法滞在なんですよ、うんね、で別に合法的に住んでる人もいますいるけども、しかしこう何千人もどん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 膨れてくるっていうのは、これはもうトルコからビザ免除の制度を使って入ってきてそのまま滞在しているということですね。でそうすると不法滞在じゃないですか、強制送還の対象になるでしょ、はい、ところがその施設がいっぱいになっちゃう。そうすると仮放免ということで、とりあえず外出てていいよと。その代わりなんか弁護士とか司法書士とかをこの保護者にするんだけども、うん、で、で外にいると、はい、でそれに対してね、当然困窮するでしょ。そしてその奥野木市長という人がですね、彼らにも働かせてやってくださいと。だから不法滞在で、だから早く出さなきゃいけない、出さなきゃいけないのに働く権利を与えてくださいとわざわざ当時の上川法相に陳情に行ったんですよ、うん、でも不法滞在の人を使っちゃうと摘発の対象になりますよね。だからそれを、摘発の対象にならないように働く権利を与えてください。不法滞在者にですよ。だから不法滞在者を不法滞在者扱いするなって陳情したってことですか。そういうことですよ。あで、でその時に一緒についていったのが新藤義孝議員ですよ、うん、だから彼ら何をやっとんだということ、そんな生っちょろいこと言ってるうちにね、どんどんこのクルド人が集積していってですね、だって緩いからどんどん集積していって、そこで不法ビジネスとかもどんどん展開していくと、うんうん、でそしてその挙句の果てにはここをクルド自治区にする。いやだからね、こういった事態を招いた以上ね、川口市の住民がそれを良しとするか否定するか次第なんだけども、うんうん、彼らは選挙でね、この市長とあとこの新藤氏を信任するかどうかを考えなきゃいけませんよ、うん、そうです。この事態を招いたのはそのね、上川当時の法務大臣に陳情しにまでね、こう彼らを不法滞在扱いするなという陳情しに行ったわけでしょ。そうです、ね、そういう政治家をまだ選任し続けるんですかってことをね、これはよく考えた方がいいと思いますね。本当そうしないと、うん、結局その僕らがインタビューした地元のね、住人の方々もね、いやもうできることなら引っ越していきたいと、うん、もう何十年も住んでるんだけど、うん、ちょっともう限界なんでちょっと事情が許せば引っ越したいって言ってましたね、うん。いやだからね、そこまでね、だからもう引っ越し出てきたいって言わせるわけでしょ。そうです。なんだろう目の前に180メートルの風車ができて天守閣見てるみたいな状況になってるわけじゃないですか。そうですね。でそんな状態に追いやった市長とその新藤氏をね、うん、本当にこれ投票するんですか皆さんって話ですよ。いや本当そうなんですよ、うん。健康被害も出ちゃうかもしれません、そう健康被害も出るかもしれません、ね、健康被害も何もだって街中で暴走したりしてんだから、うんうん、跳ねられたりしたら健康被害で済まないですよ、ね、命の危険がある、本当に命ですね、うん、それとかそんな差し合いしてね、ぐさぐさってね、うん、
なんか飲んだらうるさいなって見たら袖がサクサクする。死んじゃうよ。で、大体、はい、まあこのまあ申し訳ないけど、こういった人たちって世界中どこ行っても、西ヨーロッパでもどこ行ってもね、ここは俺たちの町だってやるんですよ。だから本当にその市長は本当にね、大間抜けですね。はい。だしね、私あの確かあの強制送還の時に暴れた人がいるっていう報道も見たんだけども、民間機で返すからいけないわけですよ、うん、これね、あのこれね、木川田さんが今動いてるけど、うん、木川田さんにも申し上げたいけど、あのトルコと話してトルコ軍機を来て、うん、トルコ軍機をあの送ってきてもらえばいいです、うん、トルコ軍機に乗せて送り返せばいい、うんうん、放尿なんてしてごらんなさい。もう帰った途端に、着いた途端に銃殺ですからやってみろって言うんですよ、軍用機に。いや、輸送機でいいんですよ。いや本当にそのトルコ政府に対してね、うん、まあ、確かにあの日本とトルコの、まあ、友情があって90日間のビザ免除だけど、はい、こんな問題起きてるんだから、そう、うん、でもしょうがないからね、これをループ、ね、あのにしてきちゃってるんだから、うん、だからこれもしょうがない、閉じて、うん、で責任持って、じゃあ飛行機出してくださいと。そうですね、別に迷彩でもいいですよと。そうそういや、一番ね、あの円滑に運べるのは僕は本当にトルコ軍機だと思う。輸送機でね。輸送機で、うん、だと思いますよ。エルトゥールル号を派遣してもらって船便で帰ってもらって帆船で帰って帆船で帰って、ありがとう、本当そうです。すいませんね、うん、はい、ということで、本当にね、こう日本の司法も、うん、しっかりしないとですね、うん、本当ですね、はい、そんな中ね、イギリスでは難民条約は時代遅れということで、うん、イギリス内務省内務大臣が見直しを求めると、はい、人権団体からは批判ということで出ています、うんうん、イギリスもね、こういう、まあ、難民条約に関してもちょっと改定していこうという流れが出て、まあ、でそれがだけど、うん、あの不可逆的なダメージになっちゃうんですよ、うんうん、それでじゃあやっぱりダメだから出てってくださいって後からやるのは大変なんですよ、うんうんうん、だから最初からもう早い段階で手を打たなきゃいけないですね。そうですね、ヨーロッパでね、はい、もう先に見本を見てるわけですからね、我々、ね、ヨーロッパで大失敗してるのに分かんないで、日本一住みやすい街にしたいとかっていうね、うん、だからね、文化とか考え方の違う民族同士を一緒にするとどういうことが起きるかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、とにかく数式とかでものを考える人間たちっていうのはそういうことがわからないんですよ、はっきり言うとね、うんうん、だからあのそれは確かにね、 A、B、C って物質を化学合成すればそれは世界中どこでも合成できますよ、同じもんが。だけど A 民族、 B 民族、 C 民族を一緒にしたらね、どんなことが起きるかっていうのをね、これは全く違うことが起きるわけだから、そういったね、なんていうのかな、方程式でね、値代入して答え出しゃいいみたいなね、すごいシンプルでな考え方の人もいるんだけど、そのシンプルな考え方は確かにあの意味がないとは言いませんよ、ある意味、ある使い方によっては有効なんだけども、人間同士の移民とかね、こういう問題はそんなシンプルな考え方じゃダメだってことだと思います。その通りですね。でまた面白いことにね、はい、じゃあ日本人移民はどうかというと、日本人は海外に行くじゃないですか、そうするとね、おとなしいおとなしいけど溶け込んでるんですよ。豪にいては、豪にいれば豪に従いでおとなしい、うん、そこにね、なんか波風立たないでね、あのそうこうそこにね、馴染んでるのね、うんうん、だから摩擦が起きないんでしょうね。そうだけど、こう入ってくる方はね、こういうこと、自治区にするとかそういうこと平気で言うから、ね、言うからね、うん、これまた別ですよね、はい、でさっさと国外退去させなきゃいけないんですね、うんうん、はい、はい、時間ですか。はい、はい、今日も盛りだくさんでしたが。そうでしたね、はい、はい、でこの後ははい、この後は、ニコニコ YouTube、うん、腰爪の表現の不自由点です、はいはい、そうですね、はいはい、そちらの方に移動してください。ニコ生に移動してください。